did it, 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 did it,恒例のむっちゃんの上履き刺繍です。おー、むっちゃん、もうできてるよ、片方。片方ね。今回は、北欧の木をイメージして、刺繍してます。なんか楽しくなってきちゃった、だんだん。むっちゃんの靴に刺繍するの。なんかシンプルでいいね、今回。いいでしょ？今回はちょっと、おとなしめのデザインにしようかなと思って。大丈夫？うん、大丈夫。見て。お、上手になってるね。ワタファイ描いてるよ。ワタファイ。いつかテディベアとか刺繍してきたらいいんだけど。シルエットだけならいけるんじゃ。シルエットか。それはいけるかも。集中するとお口とんがるもんね。上手だね、上手。上手。パパ上手だね。歌っててパパ。むっちゃんの大事にしてるこの蜂蜜部屋。大事ね。パパね。ちゃんと宝箱に入れてるのこうやって。ねむっちゃん。お腹の具合はどうですか？今ね、割と張ってないかな。座ってるからかな。最近張ってること多い。最近ね、張るんだよね。まあでも立ってるから、もう後期だし、当たり前かもしれないけど、立ってると張ってきますね。まあ、明日から小麦ちゃんまた幼稚園始まるので、見て。送り迎えだね。見たらちょっとしんどいよね。ピー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 。運転線なんかださ、絶対。うん、でも本当に具合悪い時は、前兆でわかるのね。今日やばいな、みたいな。うん、そういう時はもう幼稚園休むしかないですね。事故っても怖いから。そうなんかこうやってさ、最初めんどくさいなとは思ってたのね、こういう技でやるの、うん、で可愛いの買えばいいじゃんって思ってたけど、でもなんかさ、こうやって一足一足なんか思い出になるっていうか、私の中のね、うん、ちょっとめんどくさいけど刺繍してます。でもこの前のキャンバス地のさ、うん、上履きより断然縫いやすいよ、メッシュの。そうだろうね。うん、夏だからメッシュにしてるけどさ、うん、もうずっとこれでいいわ。縫いやすさ重視です。私食べたい。お菓子食べたいな。オッケー。なんか参考にしてんの？一応そのどういう縫い方があるかは一回知識入れてからやってるけど、デザインは考えとる。ブランケットスケッチとかステッチとかなんかあるんだろうけど、ちょっと上履きってこうちょっと複雑な形してるじゃん。そうやね。ちょっとひっくり返せないから、しんちゃん助けてよ。今回は諦めました。はい、最後縛っておしまい。簡単刺繍でした。あ、足。はい、じゃあむっちゃんどうぞ。かわいい、むっちゃん。どう？履いてみる？履いてみる。クイーン。そう、トリーだね。ワタフライ塗れない？ワタフライ塗れない、ごめんね。